どうも、皆さん、こんにちは。着末です。本日はですね、ANA Pay が新しいね、キャンペーンを開始いたしましたので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、ANA のね、公式サイトに、こちら、新しい ANA Pay を使ってみよう、最大1100マイルプレゼントキャンペーンということで、こちらね、1100マイルしかね、もらえないようにね、見えるんですけども、下の方行っていただくとですね、最大合計1万マイルプレゼントということで、今回ね、このキャンペーン、ANA のですね、ビザ、マスター利用されている方はですね、最大1万マイルね、獲得することができるっていうね、非常にいいキャンペーンっていう風になっておりますんで、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、昨日のね、動画、皆さんね、見ていただけましたでしょうかね。最大ね、2.25% マイル還元率ね、取れるっていう風になりますんで、この ANA Pay ね、ぜひね、導入していただきたいななんていう風に思うんですけども、新しいね、ANA Pay は Android でね、ちょっと利用することができませんので、まあ iPhone ユーザーのみになってしまうわけなんですけども、まあかなりね、強力っていう風になりますんで、ぜひね、利用していただければなと思います。で、今回のキャンペーンの詳細なんですけども、期間はですね、2023年の5月の23日から2023年8月31日23時59分っていった形になります。で、こちらね、エントリー必須っていう風になっておりますんで、概要欄にですね、公式サイト載せておきますんで、忘れずにエントリーね、していただければなと思います。で、特典がですね、3つに分かれておりまして、まず1つ目ですね、使えば使うほどマイルが貯まる最大800マイルということで、期間中に ANA Pay の決済額に応じてマイルがもらえるって言った感じになります。3000円以上5000円未満の決済の方は200マイル、5000円以上1万円未満の方は500マイル、1万円以上利用していただくと800マイルがね、もらえるキャンペーンって言った形になります。で、こちらのね、決済対象っていうのは ANA Pay のタッチ払いのみがね、対象っていう風になっておりますんで、ANA Pay ね、新しくなりましたけども、以前のやつはね、コード決済、まあこの新しい ANA Pay にもね、コード決済今後復活するわけなんですけども、現時点では前のね、ANA Pay、コード決済のみになっておりますよね。で、この前のね、コード決済で利用した分に関しては、こちら対象外になってしまいますんで、こちらね、注意していただければなと思います。で、この新しいね、ANA Pay っていうのは、マイルをチャージして、マイルがね、1マイル1円でね、利用することができるわけなんですけども、こちらで決済していただいた場合でもですね、今回のキャンペーンね、対象っていった形になります。で、二つ目のキャンペーンですね、ANA カードからチャージでマイルが貯まるということで、300マイルボーナスマイルがね、もらうことができます。こちら、期間中 ANA カードから、ANA Pay キャッシュへ3000以上ね、チャージしていただくと、一律300マイルがね、もらえるキャンペーンっていった形になります。こちらね、3000以上ね、1回チャージしていただいて、まあ、一律300マイルっていう風になりまして、付与自体は1回だけっていった形になります。で、3つ目のキャンペーンですね。この1個目と2個目のキャンペーンは、ANA がね、主催しているキャンペーンっていう風になるわけなんですけども、この3つ目のキャンペーンはですね、ANA カードの三井住友カードが主催しているね、キャンペーンっていう風になっておりまして、ANA カード、ビザマスター限定、チャージ&利用で、さらにボーナスマイルがもらえるっていった形になります。キャンペーン期間中にですね、ANA カード、ビザマスターから、ANA Pay キャッシュへチャージしていただいて、決済していただくと、チャージ額&決済額に応じて、最大8900マイルがね、もらえるキャンペーンっていった形になります。で、こちらね、クレジットカードからですね、ANA Pay にね、チャージしていただくと、この ANA Pay キャッシュっていうのにね、なりまして、まあそれをね、利用していただくと、ボーナスマイルがもらえるっていった形になります。で、もらえるマイルなんですけども、ANA カードから3万円 ANA Pay チャージしていただいて、3000円以上決済していただくと、3900マイル。ANA カードから5万円以上 ANA Pay にチャージしていただいて、3000円以上利用していただいて、6900マイル。6万円以上 ANA Pay にチャージしていただいて、3000円以上決済していただいて、8900マイルがね、もらえるって言った形になります。ですので、まあ、おすすめとしてはですね、6万円チャージしていただいて、3000円以上ね、利用していただければ、8900マイルね、取れるっていう風になりますんで、こちらね、非常にいいキャンペーンですよね。で、またですね、6万円チャージしてね、3000円しかまあ使わないわけなんですけども、まあ、この ANA Pay っていうのはですね、昨日の動画でも言いました通り、200円で1マイルね、貯まるサービスっていう風になりますんで、ID、ビザタッチね、利用できるところであれば、どこでもね、利用することができるっていう風になりますんで、まあこれはね、チャージした分もね、無駄にならなくて、さらにね、マイルももらえるっていう風になりますんで、ぜひね、ANA のビザカード、マスターカードね、保有されている方はですね、ぜひ参戦ね、していただければなと思います。で、こちらもですね、先ほどと同様ですね、
ANA Pay のタッチ払いのみがね、対象っていう風になりますんで、前のね、ANA Pay のコード払いに関しては、今回のキャンペーンね、対象外っていった形になります。で、マイルのね、獲得例なんかもね、公式サイトに載っておりまして、特典1でですね、1万円以上ね、ANA Pay で決済していただいて、800マイルですね。で、特典2で ANA カードからチャージしていただいて300マイルですね。で、特典3ですね。ANA ビザカードから6万円チャージしていただいて、3000円以上ね、利用していただいて8900マイルということで、まあ合計するとですね、1万マイルがね、もらえるって言った形になるんですよね。まあこれでね、1万マイル取れるっていう風になりますんで、非常にいいですよね。ぜひね、ANA ビザマスターカードね、保有されている方はですね、参戦ね、していただければなと思います。で、先ほども言ったと思うんですけども、今回のね、この特典3のキャンペーンに関しては三井住友カードがね主催っていう風になっておりますんで、三井住友カードのね方にもこういった形でキャンペーンのねサイト出ておりますんで、まあこちらもね概要欄に載せておきますんで、気になる方はですねぜひねチェックしていただければなと思います。ですので今回のキャンペーンで、ね、三井住友カードがこの一番多いねマイル数をくれるのはですね、三井住友カード主催してるっていう風になりますんで、この ANA Pay に関しては JCB とダイナスね、ここら辺もANA Pay ね、チャージすることができるわけなんですけども、こちらのね、特典さんのキャンペーンに関しては、この JCB とダイナスに関しては、対象外っていう風になりますんで、三井住友カードのビザマスター持ってる方限定のね、キャンペーンっていう風になります。私もですね、今ね、ANA の JCB にスーパーフライヤーズつけておりまして、それ以外だとですね、私 ANA カードって今持ってないんですよね。ですので、今回のキャンペーンで、ね、残念ながらね、参戦できないって言った形になるんですよね。ちょっとね、今ポイントサイトでね、ここら辺出しておきますけども、ANA カードね、ポイントサイトの案件も出ておりますんで、まあ、今回のキャンペーンね、結構強いので、ちょっとね、発行するか、迷いますね。もしね、発行検討される方はですね、ぜひね、ポイントサイト経由でですね、発行ね、していただければなと思います。多分ね、5000円ぐらいの案件がね、最近出ておりますんで、経由してね、発行していただくだけっていう風になりますんで、ぜひね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしてください。で、今回のキャンペーンのね、注意事項なんですけども、今回のキャンペーンですね、タッチ払いのみがね、対象っていう風になりますんで、ANA Pay にはですね、昨日の動画で言ったと思うんですけども、デジタルカードっていうのをですね、発行することができるんですよね。こちらに関しては対象外っていう風になりますんで、この点はね、注意してください。で、今回のね、特典さんのね、一番マイルがもらえるキャンペーンの対象カードなんですけども、こういった形になってるんですよね。ですので、ANA ビザプラチナプレミアム、ワイドゴールド、ワイド、一般カード、学生カード、ビザスイカ、ビザニモカ、ANA 東急ポイント、クラブ級、マスターカードっていった形になります。で、今回のね、ボーナスマイルの付与時期なんですけども、付与自体はですね、2023年の11月の中旬頃ね、付与予定っていう風になっておりまして、ちょっと前にですね、話したと思うんですけども、ANA マイルっていうのは今グループ別でですね、マイルの種類決まってるんですよね。結構前に動画出しましたので、まあ覚えてない方もね、いらっしゃるかと思うんですけども、まあ今回のキャンペーンでもらえるボーナスマイルはですね、グループ3、用途期間限定マイルでね、付与されるっていう風になりますんで、有効期限がですね、積算日より12ヶ月っていう風になりますんで、まあ今回のキャンペーンでもらえるマイルは11月の中旬っていう風になりますんで、2024年の11月の中旬ぐらいにですね、失効してしまうマイルっていう風になりますんで、この点もね、注意していただければなと思います。で、またですね、今回のキャンペーンね、ANA の法人カードであったり、海外用のカードに関してはですね、キャンペーン対象外っていう風になりますんで、この点もね、注意してください。ということで今回ですね、ANA Pay が新しいね、キャンペーンを開始いたしましたので、解説させていただいたわけなんですけども、いやね、1万マイルもらえるキャンペーンはいいですよね。はい。私もちょっとね、発行検討したいと思います。一般カードであればですね、初年度年会費無料でね、発行することができるっていう風になりますんで、まあ、これはね、発行してもいいですよね。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。